皆さん、こんにちは。というか、もうこんばんはかな。今日はですね、鶴岡八幡宮に来ていました。バイクで。ここを止めるとね、バイク置けるんですね。鶴岡八幡宮の境内来ました。ではね、若宮大道というですね、大通りを抜けて、あれですね、由比ヶ浜まで走ってみたいと思います。ではね、ここね、道場がありまして、平家池かな、源氏家と平家池があって、確かね、平家池ですね。はい。これ、ここ池があってね、池泉回遊式っていう方式の庭園が有名です。はい。池を巡るような感じですね。池泉回遊式っていうのは、平安時代末期に流行ったですね。庭園で、例えば平等院、報道とかね、そういうのが代表的な形で、この、鶴岡八幡宮もですね、池泉回遊式で2つの池を持ってます。大きな池、平家池と源氏池と2つあって、こっちは平家池ですね。はい、お先行きます。池の真ん中に星間があるんですね。これなんか名前があったな。なんか源平合戦のなんか名前なんですね。はい。境内一円なんでしょうね。旗神社という。で、これが鶴岡八幡宮だ。折れないんですよね。これ太鼓橋もあります。で、あの鳥からまっすぐね、1の鳥、2の鳥、3の鳥とあってですね、3の鳥が由比ヶ浜の近くまで出ます。で、段葛というですね、京都を模したですね、通路があります。はい、行ってみましょう。あ、こっちがね、源氏池。こっちはね、神奈川県立近代美術館があります。お、みんな、あ、赤字まして。これが段葛ですね。これで、あ、ここで一枚撮っとくかな。鶴岡八幡宮で、正面のこの通りが若宮大道で、一本向こうがですね、あのカーブ曲がったところが、小町通りになります。信号待ちます。信号が長いんで有名なんですよね。それとのこっちのね、北鎌倉、大船倉距離 0.25km 平均ペース19分31秒、km あたり分かれない。金沢に行くとの方が、通行は少ないんで、なかなか信号は変わりにくいですね。みんな写真撮ってる。これは撮りたくなっちゃうね。行ってみよう。日が落ちるとね、これところに全部日が入ってね、綺麗なんですね。他も国立大学とかね、いろんな、うわ、景品休校、寄付でできてたのね。これは、後の回とかね、まあ、鶴岡会館まで来ました。ちょうど段葛の中間線にしますね。で、この段葛っていうのは一段上がってて、本当にお殿様、源頼朝専用の通路。で、この鎌倉というのはかなり湿地帯だったようで、足がぬかるまないようにということで、地元のね、有力者がやっぱりこう作ったんでしょうね。頼朝公が歩けるようにということで、それだけあの都の人、都落ちしたんでしょうけど歓迎されたということですね。それと
まあ、天下統一を図できたということで、首都がね、この鎌倉になったということで、それにはね、そう名家たる、そうですね、人間がいたということですね、頼朝がいたということですよね。ですからね、京都っていうのはやっぱり先ほど、鎌倉では歴史があってね、こういう建築物も結構素晴らしいのありますね。で、二の鳥居が見えてきました。はい、で、そこで、段下面は終わりです。二の鳥居に来ました。そうするとね、JR の鎌倉駅になります。まだね、中間点ではないんですね。由比ガ浜までね。次のね、信号のところが、時間10分、距離 0.70km、平均ペース14分8秒、km あたり。鎌倉名物のね、サブレみんな買ってるね。このまま行くへ、まっすぐ進みます。これは鎌倉駅のところですね。一番人通りが多いかな。東京から JR 線、横須賀線で来ると来れます。逗子の次ですね。はい、鎌倉マップ。安山。若宮大道。あ、これはすごい石碑だな。駅の南側、あの渋谷商店ってのはね、こうなんかアーケードになっててね、メロみたいな商店街やってるんですね。ここ有名ですね。今日はシャッターが多いんで、なんか入ってます。で、反対側が鎌倉の市場があるんですね。これがね、また掘ったて小屋みたいで味があるんですね。で、焼き鳥かなんか有名で、結構並んでますね。今日は並んでないよ。並んでるわ。横須賀線のガード。ちょうどね、あの脇道に入ると、あの駅の反対側、東口に行けるかな。東口に抜けられて、で、長谷寺の方で抜け道があります。本当はね、あそこはいいね。あ、今日は空いてるからあれだけど、あれ右折なんでね、なかなか曲がりにくいんですね。だからね、あそこの狭いところ入って、裏道を抜けていくコースがあります。次のね、あの交差点を右に曲がると長谷寺、藤沢ですね、大仏殿などがありますね、はい、藤沢方面は、はい、ね、二の鳥居を過ぎるとね、この先結構長いんだな。下馬というところで、ここであの鎌倉に来たですね、武将たちは馬を降りる場所だったようですね。まあ、基本的に今あたりこう海沿いをね、通ってくると。次にね、見えてきたのが鎌倉女子大ですね。時間15分、距離 1.23km、平均ペース。九品寺って言って、材木座会館ですか。これは鎌倉女子学院。鎌倉女子大じゃないんですね。鎌倉女子学院ですね。ね、あ、工事やってんのか。この通りね。結構ね、鉄筋コンクリートおしゃれな。見えるかな。ね、こっちは体育館でなんか試合がなかったんだ。で、今見えてきたのが三の鳥居。これはね、鉄筋コンクリートでできてます。はい、本当はね、木造で。江戸時代初期に建てられたものらしいですね。あの第1号はそこが昔海岸線だったんじゃないかな。お坊様ですね、二代将軍を奥様ですね、作らせたと言われてますね。
やっぱりね、源氏信仰というのは、やっぱり鎌倉信仰というのは、徳川家でもね、祖先にあたるので、いろんな、こういう工事をされたんじゃないかなと思いますね。ちょっと近づきますね。はい、三の鳥です。やっぱりね、鉄筋コンクリートって見えるもんね。なんか傷んでますね。あれは別に車がぶつけるような場所じゃないし、しかして溶けちゃったんだ。どこなんですね。あともうちょっとで、無理そうです。海岸線まで行ってますね。すごい白波が上がってる。全部できてないよ。すごい。サブちゃんのコミックがなってきた。じゃあ、帰ろう。はい。八幕へ戻ります。すげえ。鎌倉警察署、結構デザインいいですね。鎌倉女子学院の隣です。すげえ場所だ。時間35分、距離 2.9。 秀吉、はい、鎌倉駅まで帰ってきました。で、街灯がつき始めてます。はい、ではね、段葛が楽しみですね。ライトアップね、行ってみます。二の鳥やってきました、段葛です。おお、まだちょっと早いかな。ちょっと明るいですね。もっと周りが暗くならないと、綺麗にならないかな。あとまっすぐね、八幡宮がきれいにライトアップしてるのをちょっと近づきますね。ちょっと振り返ってみよう。こちらも大切です。やっぱり段葛ですね。サブレだ。鎌倉の、神奈川県のお土産といえば鳩サブレ。まあクッキーです。ね、カロリーも低いし。極端に甘いわけでもないし、いいですよね。痛まないし、うん、美味しいですよ。神楽の中間ボブに来ました。駅の方で、八幡宮の方です。私はあ、やばいやばいやばい、八幡宮でーす。石の鳥、はい、で、定めってありますね。車両を乗り入れる、うん、ダメでしょうね。ここね、池が両サイドなんですね。水場所がね、八幡宮。この時間でも参拝に来る方多いんですね。
本殿の近くまで来たんですけど、ここで曲がらないとダメですね。やっぱりね、こういうジョギング姿じゃ失礼になってるんで、まっすぐ帰ろうと思います。結構ね、境内にはね、いろんな建物があるんですね。それもね、ちゃんと武道とか芸術的なものとかね、いろんなものね、残されてますね。昔の国会議事堂とかね、総理官邸に当たるんでしょうね。うん、で、こうまっすぐ出るとですね、北条家の本家があったと思いますね。はい、新田義貞軍によってね、撲滅してしまうんですけど、ね、V100 は守んなくです。何キロぐらい走ったかな。多分今日もね、また3キロぐらい走れたと思います。はい、1日おきにね、トレーニングして、ちょっとずつ距離を伸ばしてます。はい、あ、V100 いましたね。大丈夫です。では、朝比奈峠を抜けて横浜に帰ります。